こんにちは。ピアニスト、ピアノ教師、p p f 講師の野口光太です。はい。肩書きが一つ増えてしまった。<laughs> はいえ。このほどですね、一般社団法人パーソナルプロファイリング協会の講師として認定をしていただいたんですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。 ということですので、うん、こちらの分野においても僕はこれから活動をさせていただくことになったんですけれども、そもそも PPF って何って思われている方が多いと思うので、ここでざっくり簡単に説明をさせていただくんですが、PPF ってね、自己実現と 円滑なコミュニケーションに特化したメソッドなんです。これね、すごいんですよ。何がすごいかっていうと、人の悩みのほぼほぼすべて、ね、自己実現やりたいことの叶えることでしょそれから、コミュニケーション、人間関係でしょ <laughs> ほぼほぼすべてに対して、回答が用意されている。まあ、あるいは鍵、うん、問題を解いていくための鍵が用意されているって、そういうメソッドなんですね。あのー、すごいんですよ。<laughs> やればやるほど。 でね僕がこの PPF っていうものと出会ったのが昨年2023年の11月なんですけどもその時はこのパーソナルプロファイリングのほんの入り口のところを学ばせていただくんですねでその時にね僕目から鱗だったんですねっていうのはやっぱり自分らしさっていうのが何なのか っていうところに、パッとこう気づかせていただいて、そこから僕はまた一つ激変したなっていう実感があるんです。実感もあるし、実際にもう変わってきてるんですね。<laughs> はい。えっ、ー、と、じゃあちょっとね、抽象的な話になっちゃうからね、具体的な話をしましょう。<laughs> えっとね、じゃあまずね、自己実現っていう言葉をさっき言いましたけども、自己実現って何って言った時に、皆さんどうですか答えられます自己実現ってこういうことだよって。うん で多くの人が、僕も含めてなんですけれども、こう思ってんじゃないかなと思うのが、目標達成させることだよとか、まあ、自分がやりたいと思っていることを叶えさせることだよって。でこれね、間違いではないんです。間違いではない。でも、自己実現という言葉を使った時には、もっと深い意味を含むんですね。それ何かっていうと、 自分自身がそもそも持っている能力だったりとか質っていうことを最大限に発揮した上で自分が真からやりたい、叶えたいと思っていることを叶えていく。これを自己実現というんですね。ということはつまり 自分らしさ、自分が本来持っている能力、持っていない能力とも言えるんですけども、ね、そこをしっかりと理解することからスタートしていかなくちゃいけない。パーソナルプロファイリングは自己実現を目的としているから、まずそのスタート地点としては、あなたがどういう人間なのかを知りましょうねというところから始まるんです。その点で僕はもう 晴天の霹靂って、晴天の霹靂っていい意味だっけ悪い意味だっけどっちだっけわかんないけど、まあ、ショッキングだったわけですよ。いい意味で。<laughs> そう。っていうのもですね、僕が以前どういう動き方をしていたかっていうと、まあ、自分がやりたいなと思うこと、浅いところでね、思うこと、ね、素晴らしい、これができた自分でちょっと素晴らしいかもしれないと思えたようなことっていうのが見,見つかったら、例えば山登りに例えたら、あ、こんなところに富士山があるんだ。富士山登ってみよう、うん え高尾山だあ、高尾山って知ってる <laughs> あの東、東京都内にある、あの、山なんですけど。<laughs> そうあの、ここら辺の,あの小学生たちは遠足で行くんです。<laughs> で僕も行ったんだけど。<laughs> 高尾山だ登ってみよう箱根の山がある箱館山があるの登ってみよう <laughs> みたいなね。で、まあまあ登れちゃうのよ。っていうのは頑張り屋さんだから。<laughs> ね、自分で言うなよって思うかもしれないけど、その頑張り屋さんっていう部分もパーソナルプロファイリングでは僕結果として出てるんですね。 の、で、登れて頂上まで行くんだけれども、でもそれってね、僕にとってのエベレストじゃないんですよ。ね。だから、なんか、高尾山登って頑張ったんだけども、達成感がゼロではないよ。ゼロではないんだけども、なんかもう一つ突き抜けるものがあるんじゃないか。ね。富士山登っても、 なんかもっと自分じゃないとできないことがあるんじゃないかっていう、そういうクエスチョンがこう常にあったんですね。で、そんな中で PPF を学ばせていただいて、まあ全過程を終了するのにどれぐらいかかったんだろう。あの、今年の2024年の4月に終わったんですけども、そうした時に、あ、この山を僕は登るんだっていうことが明確になったんですよね。だから今、 ものすごい速度で進んでいます。<laughs> 僕。<laughs> ね、話をあのピアノというところにちょっと戻していきたいんですけれども、そう考えていくと、ピアノ教室の現場って、生徒さんにとっての自己実現の場でもあるわけですよね。 この生徒さんがどういう人間で、どういうことをモチベーションにして、どう行動していくのか。で、ストレス時に陥った時にどういうふうになるのか。そこから脱却するためにはどういう手段を取ればいいのか。実はですね、PPF って一人の人間に対して8つの角度からプロファイリングをしていくんですけれども、今喋ったこと全部含まれているんです。それから目上の人との関係性、目下の人との関わり方ですね。あの、っていうのも出てくる。 仕事の現場、それから仕事っていうのは社会、社会の場でどういうふうになるのか、ね。家庭的な場、まあパートナーシップ、結婚相手だったりとかするんですけど、まあお子さんの場合はね、あの、まあ、あもう少し違う。 あのもう関係性になりますけれども結婚とはね違うってことになりますけれどもあのそういった時にどういう自分になるのかどういう人を選ぶべきなのかどういうコミュニケーションをするべきなのかっていうことが明確になってるんですねあこれは再現性がめちゃくちゃ高いなっていうところでどん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 惹かれていきましたでね特にピアノの生徒さんがお子さんの場合子供の場合これって僕たちものすごい責任を 追ってるんだよっていうことをもっともっとちゃんと見なくちゃいけなくって一人の人間が人間形成されていく中での最も重要な時期最初の時期っていうところにダイレクトにマンツーマンで関わり合いを持たせていただくのがピアノ教師の仕事なんですよね。僕たびたび言うようにこのピアノの先生という仕事って本当に類まれなる変な仕事なんですよ <laughs>。生徒さんと1対1の関係を10年以上の お付き合いだということを想定してやっていくあの類いまれなるお仕事だと思ってるんですけどもそうした時に自分にとっての当たり前がこの人にとっての当たり前ではないんだ。でともすると自分が愛を持ってやってるがゆえにこの人の良さを潰していってしまうということが多々起こっているんだっていうこの事実を見つめるっていうこともあの PPF を 学べば学ぶほどその現実が見えてきてしまった。ということは、このツールを僕はあの持たせていただいた、PPF というツールを持たせていただいた以上は、その責任を果たしていきたい。そういったこともあって認定講師をさせていただくことにいたしました。まあ、この話、話していけばものすごく長くなってしまうんですけれども、あの、今回は皆様にこういう、あの、肩書きというか取り組みを またこれからさせていただくことになりますっていうご報告も含めてあの皆さんにお伝えしたかった次第でございます。はい。今回はこれぐらいで切り上げます。はい。<laughs> 最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。